ソフトバンク連続完封負け、痛恨の2連敗。ソフトバンクが西武に0対2で敗北、痛恨の連敗で貯金に。わずか2安打の今季最短2時間8分で2試合連続完封負けを喫した。7月に12連敗を喫するなど、ここまで波に乗れない3位ソフトバンク、8月も2試合連続完封負けスタートとなった。ひどい試合だった。2時間で終わった。今気づいたけど2安打完封、104球完封負け草。2試合連続完封きた。西武ドームで何もせず一方的に負け続ける、確かに20世紀末によく見た光景。現実的に考えて CS 種が目標だけど、はっきり言ってそれもやばい。 B クラスでまっしぐら、広がり打線思うね。めっちゃ弱い。7月は7勝15敗、8月も負け街道爆走です。地味に貯金にはやばくない？振り向けばなんて。無抵抗にも程があるやろ。ヒットを打ったリチャードや甲斐には代打は出すのに、ノーヒットの奴らには代打は出さないとか。連敗の時より弱さ感じるは状態化しとる。明日試合内の下選手はゆっくり休んでくれ。我々ホークスオタは高みの見物や。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。